カーデンロイド豆戦車は、イギリスの第二次世界大戦前の豆戦車で、戦艦機に開発された。機関銃を装備したトラクターや牽引車というもので、軽戦車に満たないものであった。いくつかの国で、ライセンス生産され、それをもとに、様々な型のものが派生した。より大きな戦車の、石膏などとして活動できるような、ごく小型で速度重視の早期車両の構想は、 第一次世界大戦終結直後からあった。また、イギリス陸軍は A1E1、e、インディペンデント重戦車のような多方島戦車の研究を進めており、当然ながら大型で高価な戦車となる。そうした中、ハイローミックスのローを担う、あるいは多方島戦車を戦艦に例えて、これに随伴する巡洋艦や駆逐艦,艦的な存在としての小型戦車のニーズが生まれた。 そうした中、イギリス陸軍少佐サーギフォード級マーテルは、個人的に自宅ガレージで、自動車部品などの様々な配品から一人乗りの小さな戦車は、中古のマクスウェル車エンジンや、フォードトラックの車軸などを流用したもので、特別に作られたのは、ロードレストラクション車による履帯だけだった。自動車のステアリングと幅広の離体を備えた、ハーフトラック形式だが、一般のハーフトラックと違い、 理体が前側、車輪が後ろ側だった。操縦士の肩と頭部は剥き出しで、上部構造も木製のままだった。1925年にお披露目されたこの一人乗りの車両は、不評を機械化する手段として、リデルハートを含む人々の注目を浴び、兵器局もその改良型の生産を認めた。 改良型は、モーリス社の手により1926年3月に最初の車両が完成した。2トン余りの車体に16馬力のモーリス製エンジンを積んだ車両で4両が製作された。このうち3両が1人乗りで、1両が2人乗りであった。1人乗りのタイプは、操縦と射撃を同時に行うことができない点が問題となって、後に放棄されることとなる。 こうした流れの一方で、同じく不評機械化の課題に取り組んでいたのが、ロンドンでパートナーのビビアンドイドと共に、車両設計のガレージメーカーを開いていたサージョン・カーデンであった。カーデン設計の豆戦車は、当時、多数生産されており安価に入手、整備が可能であったフォードモデル T のエンジンを用いたものだった。カーデンは、兵器局に自らのデザインを売り込み、 その結果、1926年末には、カーデンロイドとモーリス・マーテルの両車8両ずつが、タンケッティの名のもとに新たに作られて、共に実験機械化部隊で試された。試験運用では、モーリス・マーテルの車両の優秀性が指摘されたものの、この時点で、モーリス車は、商用車などの生産に注力するため手を引くことになった。マーテルは、その後クロスレイ・モーターズと組み、 シトロエン・ケグレス方式のサスペンションとゴム整理体を持つハーフトラック形式のクロスレー・マーテル豆戦車を製作したが、後方配置のエンジンが砂塵を吸い込むこと、サスペンションの過負荷などから、それ以上の開発は行われなかった。その結果この種の車両としては、カーゲンロイドが残ることになった。ただし、その後の機械化部隊での試験に基づき、 インディペンデント重戦車の装備化は実行されず、随伴する小型戦車は不要となった。また、もともと構想されていた、石膏、偵察任務は、より射格の大きな軽戦車に割り振られることになり、カーデンロイドの車両は、マシンガンキャリアと位置づけられることになる。しかし、その後も、輸出向けには、豆戦車の名は使われた。こうした試験的運用の中で、 カーデンロイドの車両自体も試行錯誤を重ね、1928年、集大成ともいえるカーデンロイドマーク6が誕生した。それまでのカーデンロイドの車両は、早期式と、早輪、早期切り替え式が並行して試されていたが、マーク6では、結局、早期式のみに落ち着いた。マーク6は、偵察車両と、機関重運搬車として、 カーデンロイド豆戦車シリーズにおける最終発展形態となり、様々な派生型が誕生した。しかし、偵察任務にも、機関銃運搬や砲、物資の牽引用としても、この車格は小さすぎ、この後、ビッカースカーデンロイドの開発は、砲塔を持つ軽戦車系列と、積載量や牽引量を増したキャリア系列の2種に分岐することになる。 生産は1927年から1935年まで行われた。1928年にカーデンロイド社はビッカース・アームストロング社に吸収され、マーク6の生産はビッカース社で行われた。1933年から1935年までの生産はロイヤル・オードナンス社が行った。イギリス軍は325両のマーク6を使用していた。 機関銃運搬車をベースに、砲剣因車、遠膜車、補給車、小型剣因車など様々な用途に用いられた。第一次世界大戦によって登場した新兵器である戦車は当然ながら各国陸軍の水煙の的であった。しかしながら高価な戦車を多数装備できる国は少なかった。カーデンロイド豆戦車は低コストであったことから、 戦車を欲する各国のニーズに合致し、多数が輸出され、400両以上が輸出されたベストセラーとなった。さらに、この豆戦車はカナダ、インド、チリ、ポルトガルにも供給された。一人乗りに両、二人乗りに両とする資料もある。ありがとうございます。